こちらの施設から逃げ出したアメリカンピットブルテリア、逃げた先は見晴らしがよく畑が広がっています。今回逃げ出したアメリカンピットブルテリア、闘犬としての歴史を持つ犬種です。昨日午前9時半ごろ、高須町八仙のブリーダー施設からアメリカンピットブルテリア1頭が逃げ出しました。施設の従業員によりますと、普段はコンテナの中で飼育されていますが、掃除をするためコンテナを開け、近くの鎖にリードをつなごうとした際に、走っているトラックを追いかけて南西方向に走り去ったということです。犬は2歳くらいのオスで、体の高さがおよそ50センチ、体重は20キロほどで、灰色の体に灰色の首輪をしています。犬は今も見つかっておらず、寄せられた情報もありません。近くに住む人は、特に飼育体制に問題があるようには見えない。怖いけど、食べ物とか食べられているか心配。2016年には沖縄の小学生2人が逃げ出したピットブルに噛まれ大怪我をする事故も起きていて、高須町は昨日夕方に箱罠を設置。地元の小学校では役場の職員らが児童の下校を見守るなど警戒が続いています。アメリカンピットブルテリアの特徴について、自身も飼育経験があるパンク町田さんは、性格は非常に陽気で人間に対して友好的な犬です。噛みつきやすい犬種ってことはありません。ただそうじゃなくて、何が危険かというと、アメリカンピットブルテリアは興奮が非常に激しいんです。ですから簡単に言うと、もう攻撃を始めたら攻撃が止まらないとか、噛みついたら離さないとか、そういうキャラクターの犬ですので、そこで危険だとされるわけであって、もともとの性格が凶暴だっていうのは、ちょっとそれはね、誤った認識ですよね。はい、でこちら地図なんですけども、はい、犬が逃げ出した高須町八仙の現場ということで、これ見て分かる通り、周辺も住宅が少ないんですね。畑が広がる場所ということです。では現場には大竹さんがいます。中継です、お願いします。はい、ブリーダー施設の前に来ています。車通りはありますが、人通りはほとんどありません。ここからおよそ3キロの距離に学校や住宅街があり、その方面にオスのボスが逃げていったということです。こちらの施設ではおよそ100匹の犬を飼育していて、今回逃げ出したアメリカンピットブルテリアなんですが、ペットとしてあちら奥のコンテナでオスとメスの2頭を一緒に飼っていました。飼育環境どうなっているかといいますと、コンテナ内の掃除と食事は毎日1回、そして夜はコンテナ内で寝ていますが、昼間は3メートルほどの鎖をつないでコンテナから出し、自由に動けるようになっています。去年の秋ごろからコンテナで飼い始めましたが、これまで2頭のアメリカンピットブルテリアが逃げ出したことはなかったそうです。隣に住む80代の女性は、従業員と交流はあるけれど、実際にアメリカンピットブルテリアは見たことがない、犬を可愛がっている印象があると話していました。また従業員の方によりますと、昨日ですね、用水路付近の雪にボスの足跡を発見したそうなんですが、未だボスは見つかっておらず、目撃情報は入っていません。はい、中継でした。犬が逃げ出したわけですけれども、アメリカンピットブルテリア、今も見つかっていない、情報もないということなんですけれども、はい、この時間も小橋亜紀さんと大川哲也さんです。よろしくお願いいたします。VTR の中で専門家パンク町田さんによると、人間には友好的な性格の犬ってことなんですよね。そうなんです。人に対して基本的には何か危害を加えやすい犬というわけではないということなんですよね。改めてパンク町田さんに聞きました、そのアメリカンピットブルテリアの特徴ですね。まず非常に陽気で、人に対してはとても友好的だということなんです。ですから過度に怖がる必要はないということなんですが、
激しく興奋しやすい性質があるということで、ひとたびこうスイッチが入ってしまうと、犬とか他の動物に対してやはり闘犬の性質持ってますんで、非常にこう攻撃的になるという一面を持っているということなんですね。あとは他の犬種よりはジャンプ能力とか噛みつく力が強かったり、あとはやっぱりそういう性質があるので、まあ、容易に飼うことはできない、ちょっとその難しさもあるので、しっかりとした教える人が周りにいないと飼うことは難しいっていうことなんですよね。確かな知識を持って、はい、育てる飼育するってことですよね。あと一つ言うと、その、まあ、そういう興奮しやすいっていう性質あるので、万が一道端などでこう出会ったりした時の可能性もあるので、ペット、犬などを飼ってる人は、ちょっとこう散歩などは気をつけた方がいいのではないかというパン君町田さんの話がありました。さっき人じゃなくて、やっぱり動物に反応しちゃうっていうことで、そういう性質があるからってことですね、ちょっと気をつけた方がいいかなという、今のまだ分かんない状況の中ではということでしたね。で、犬種によって飼い主に注意を呼びかけている地域もあるということなんですね。そうなんですね。こちら、これ聞いたことありますでしょうか。札幌市の場合なんですけれども、人などへの危害を加える恐れが高い犬を、これ特定犬というふうに呼んでいます。飼い主への遵守事項を定めているんですね。で、その中にはどんな犬がいるかというと、秋田犬とか土佐犬とか、今回の犬も含むそのテリアというものなどが含まれています。じゃあどういう内容かと言いますと、これ条例の内容なんですけれども、柵や檻で飼う場合には鉄、それから金網で作られたものにこう錠をつける、鍵をつけると、それからつないで飼う場合には飼い主以外の人が近づけないようにするなどですね。あとは飼っていることをですね、その右側にあるんですけれども、特定犬と書かれたそのシールのようなものがあります。これですね、はい、こういったものをつけてですね、周りに周知すると。これ札幌市では実際に配布しているシールなんだそうなんですが、ただこれ今回の高須町ではこの特定犬の条例というのはない、どうとしても条例はないということなんですね。こうやって特定犬って注意を促している自治体自体が全国見てもなんか少ないんですよね。そうなんですよね。この方が稀なんでね。そうです。こういうことを言ってる自治体の方が珍しいということなんですけども、特定犬ですので、飼い主さん側も一定の注意条件が必要だということを、注意を促している自治体もあるという犬種、そういう犬種ということで、秋さんいかがでしょうか。やっぱりこう今まで大丈夫だったからっていうところじゃなくて、こう起こってしまったことを生かすために、やっぱりこうきちっと手順を踏んでいくっていうことが、飼い主さんサイドが、ね、意識高くもっと持っていくべきなのかなと思いました。そうですよね。もちろん日々ね、やってると慣れてくるってところはあるのかもしれないけれども、それは本当研修に限らずっていうところかもしれませんけれども ね。で、実際にその犬をめぐる事故というのは全国でも相次いでいるということで、ちょっと事例を挙げていきましょうか。はい、こちらご覧ください。これ2016年4月の事例なんですが、沖縄県宜野湾市、今回と同じ犬種のアメリカンピットブルテリアが民家から逃げまして、小学生2人が噛まれて大怪我をするという事故がありました。で、環境省のこれデータなんですが、これ噛まれたり怪我をしたりした、犬による事故の件数、2022年度1年間だけで全国で4923件、5000件近く起きているという数字があります。意外に私は多いなと思ったんだけど、私もそう思いました。単純計算でさ、これを12ヶ月で割ると、1月400件以上報告あるんだなと思って、それを都道府県なんかで、割ると、北海道でも定期的に起きているという、計算上はね、数字上は、意外と多いんだなと思うわけですけども、大川さん、万が一ですけども、その飼い犬が人を噛んでしまった場合というので、これは法律で言うと何か言えることありますか。はい、民事では損害賠償責任を負いますし、刑事でもですね、一般の人がですね、飼い方が悪くて、人を怪我させたという時には、過失致傷罪、亡くなったという時には過失致死罪ということになるんですけれども、その過失の程度が重いとですね、重過失致傷罪って結構重たい刑になります。それから仕事で犬を扱う人は、業務上過失致傷罪って、これも、結構重たい罪になるということですね。じゃあ仕事上扱っている人がより重くなる。はい、そうです。より管理が、はい、プロなんで、重たい注意義務が課せられているということなんですね。なるほどね。はい、
まあ、今のところそういう、ね、情報がまずそもそも何もないというところなので、はい、目撃情報もこの時間までにまだ入っていないということなので、まあ、ある意味ないことがいいことなのかもしれませんが、はい、とにかく、早く見つかってほしいなということ で犬が、まあね、こうやって人を噛んでしまう事故って全国で起きてますので、ね、今一度改めてですが飼い主の方犬種に限らずですけれども管理体制見つめ直す機会にしていただければなと思います。また新しい情報入り次第お伝えしたいと思います。